水は飲みますか？飲まないです。どうせ飲まないっすね。わー、飲みますね。うーん、安全？水と空気はタラみたいなもんだと思ってるから。美味しいですか？美味しいと思います。先日、足立区の住宅で蛇口から下水処理水が出る事故がありましたが、手軽にミネラルウォーターが買えたり、ウォーターサーバーを設置する家も増えている中、町の皆さんは水道水を飲むのでしょうか？飲まないかな。なんか浄水器とかつけてて、料理の時は浄水器に通した水を使うかな。最初に水出す時とか、なんか変な色の水出して出てくる時とかあるじゃないですか。なんかそれで怖くなって、ハワイアンウォーターってやつがあって、それで飲みますね。まあ女房の意向ですね。私はどうでもいいんだけども。やっぱり違いますかね。わかんないです。全然わかんないです。買った水じゃなくてですか？あまり飲まないですね。習慣がないですね。パックのお茶を作るときはどこの水ですか？あ、水道水です。なんか美味しくなさそう。なんか怖い。ご飯洗うときとか、歯磨くときとか、茶碗洗うときとか、なんかそういう水道水。それは水道水。それは水道水。それは水道水。蛇口から直接飲まなくても、日常生活において水道水とは切っても切れない関係。一方、水道水を飲むという人は、別にそこまで抵抗はないかなと思う。まあだから水道から出るから飲んでる。昔の井の水の方が美味しかったと思いますよ。で、薬なんか入ってないから、まあ、その点で違うんじゃないかと思いますけどね。自分では水道水を飲むんですけど、自分の子供にはミネラル水を飲ませてしまいます。塩素が少し残ってたりとか、カルキ臭いっていうのを、赤ちゃんの時とかはもうずっとミネラル水でミルクを作ったりしてました。また水道水を飲む人は水を買うことあるんでしょうか？水を買うこと、家ではあんまりないですね。買うことはあります。防災でもし水が出なかった時のために常備しています。イギリスと日本はそのインフラが良くて、水をちゃんときれいにしてくれますので問題なくて飲めます。今も水道水なんか、魔法瓶に持って歩いてますが、買わないために。なんかみんなはミネラルウォーター買って飲んでるのはちょっとバカなことだと思いますが。では街の皆さんは水のトラブルに遭ったことあるんでしょうか？ドアノブの水そのまま飲んじゃったんですね。そしたらもうすごく下痢してしまって、香港でもなんかもう飲んではいなかったんですけれども、ちょっと買ってきたフルーツを水道水でそのまま洗ってしまって食べたら、やっぱりちょっとお腹壊したっていうのはあります。浴槽に水溜めたら黄色くなるとか、そういうことはありましたけど。ちなみに国は？上海とかですね。シャワーはなんかね、溜めると黄色く濁るんですよ。溜めなければ透明だから、まあ、気持ち的な問題なんですけど。隣の家がこう改造中で、それで水道屋さんがそこの水道を止めたのを止めたままで行っちゃって、うちまで止まっちゃってて、全然気づかなくて夜出なくて困ったっていう経験、20年ぐらい前かな、それもな。何年か前に練馬豪雨っていうのがあったんですけど、あの時にですね、台所の排水がボコボコ上がってきた感じがして、すごい匂ったんですよ。でその後のニュースとかで、トイレもその可能性があるので、そういう時はちょっと瓶に、大きいゴミ袋に水入れて蓋するといいですよっていうのをちょっと聞いて、なんとなく、ああそうなんだっていうのは思ったことがあります。はい。と、水のトラブルも様々。そしてこんな厳しい意見も。役所の人間は結構丸投げしますよね。安い業者に丸投げしないようにしないと、そういうトラブルはもうどん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 発生すると思いますよ。とはいえ忘れていけないのはこの事実。ありがたいですよね、ひねればお水が出てって、そう思いますね。
そうですよね、もう本当に災害になった時に現場でね、やっぱり水が出なくて手が洗えないだけでどんなにしんどいかって言って、山口さんいかがですか、いろんな声ありますね。そうですね、まあ、僕も大阪でもちょっと北の方のね、水のきれいな地区なんで、水道水飲みますけどね、ただ最近ちょっと水素水のが出てから、つい水素水ばっかり飲んでしまうようになってしまいました。そうか、なるほど、今水もね、ブランド戦略が今長けてて、いろいろありますからね、効果はまだ感じてないですけど、山口さんいかがですか。そうですね、私も普通に水道水飲むんですけど、飲みますね。例えばお米を炊くときとか、あとコーヒー入れたりするときはちょっとやっぱ、水道水天然水買ってみようかなとか、まあ、買ったりとかはしてます。逆に味にこだわりたいときっていうことですね。そうですね、そうなんです。米田さんは。僕も水道水飲みますけど、外出時はやっぱり水買いますね。水ね、で汗をやっぱり、書くので熱中症予防にやっぱり水は買いますけれども、魔法瓶に入れて持ち歩いている。そんなことまではしないですね。それぞれでした、はい、以上今日の特集でした。